西谷文和路上のラジオレイディオン・ザ・ストリート、えー、ご機嫌いかがでしょうかフリージャーナリストの西谷文和です路上のラジオレイディオン・ザ・ストリート今回で196回目となりました、えー、この番組は普段はアフリカや中東などの紛争地を中心に取材を続けている私が毎回さまざまなゲストの方を迎えして 何の忖度も自粛もタブもなくお届けしているラジオ番組です、えー、まず最初にですね今日はちょっと宣伝をさせてください実は私緊急で本を2冊書きました、えー、1冊目はですねイスラエル・ウクライナアフガニスタンのセンチルポであります これは鴨川出版からですね出しておりましてまあの憲法9条の国から平和と和解への道を探るということでもう現在発売中でありますえ全国の書店あるいはアマゾンなどで求めることができますのでもしよろしければ読んでやってくださいで2冊目がですねあのこれは8月16日から全国書店で販売しているのですがえ佐高誠さんとの対談が本になりましたえお笑い維新劇場 大阪万博を利用する半グレ製陶と題しまして、えー、平凡写真書から、えー、これは定価980円で、えー、販売をしております、えー、もしよろしければこちらの方もですね、えー、購入して読んでやってください えー、この夏のですね暑い中、えー、2冊の本で、えー、ちょっとね、えーまあ、日頃のむしゃをしゃを、すっとさせてもらえればありがたいな、特に維新のやつはねあの、ちょっと笑いながら怒っていただければと思います。えー、それではですね、えー、今日もですねあのリスナーの皆様からのお便を紹介したいと思います。 ラジオネームナスの時じ刻々さんからいただきました夢島を万博会場に選んだ橋本徹、松井一郎、吉村博文の維新・利権政治家の陰謀で国民の命を危険にさらすことはダメですとうとう南海トラフ大地震の注意情報ですね夢島の危険性を考えましたのでちょっと指摘したいと思います。危険性その1メタンガス爆発 その2、落雷の危険、大屋根リング床下にたまったメタンガスへの引火爆発の危険、その3、地震による津波被害や液状化現象の危険、その4、台風や線状降水帯の危険、括弧、夢前大橋の通行止め、夢先トンネルの水没、地下鉄の水没、括弧閉じると書いておりますね。そそののの熱中症の危険その6 汚染水、汚染土壌による疾病発生の危険、その7、ヒアリ等の危険生物被害の危険、えー、そういう危険を無視していく入場者には覚書を取り交わして入場してもらうか、一般の国民は世界初の VR 万博として、えー、自宅のテレビやパソコン、学校でのタブレットで鑑賞してもらいましょう、そして IR カジノについては、MGM 攻撃ではなく、 オリックス攻撃をして撤退させましょうということでラジオネームナスの時事こくさんお便りありがとうございましたじじこくこさんが、ねえー、指摘されるように、えー、このその1からその7までこんなところでやるからこういうことになるんですよねで、これを決めたのは本当に松井一郎、橋本徹、でもこの2人が逃げてるわけですよ。 で俺関係ないぞみたいな、で最近、は橋本徹さんは維新批判を始めたみたいですね、どないなってんねんと思いますけど、その橋本徹,をです、ね、徹さんをです、ね、あの生放送でコテンパンにした人が今回のゲストであります、おなじみ日本城タクシー株式会社の代表取締役、坂本敦則さんをお迎えします。坂本さんは タクシーやバスの運送業などを営む経営者でありながら圧倒的に労働者や庶民の味方として大活躍です橋本徹ちゃんを論破した巧みな話術軽快な毒舌のファンも多いのではないでしょうか7月に開催した当番組のイベント万博カジノを止める大阪府民大集会にも出演していただき大盛況でした今回もそんな坂本社長に万博と兵庫県知事 維新政治を笑い飛ばすと題してたっぷり1時間お話を伺いますえそれでは「路上のラジオ第196回え」最後までごゆっくりお付き合いください西谷文和「路上のラジオレイディオオンザストリート」 えー、路上のラジオレイディオンザストリートそれでは早速今回のゲストを紹介しましょう、えー、日本上タクシー株式会社の代表取締役、えー、坂本敦則さんです坂本さん今日はよろしくお願いしますよろしくお願いします坂本さん今日のテーマはね、はい、万博と兵庫県知事維新政治を笑い飛ばすと題してお送りしたいのですが、ね、ちょっとまずねリスナーの皆さんに感謝の言葉、ね、7月15日、はい、ねあの坂本さん出てもらった、ね、不民大集会 うん、洋さん来たね <laughs> 消防署に怒られるぐらい来とっ <laughs> 立ち見出とったねあかんね立ち見僕とあの坂本さんでねあのバーでなんかみんな酒飲みながら語り合ってもらう時は三人しかけへんかったから坂本さんとかあれ飲めへのバレたんち、ね、<laughs> あんまり人気ないんかな思ってたらや <laughs> 人気あったぜあんなことやったらドームでやったらよかったもん、ね、ドームでやったら お前な、うん、もうしかしみんな喜んで帰,帰ってくれはったから、うん、みんなやっぱだいぶなんかあのストレスたま,、ね、まっとんねんで。 もうテレビで吉村君見せられるからメタンガス状態でたまってる人がたくさん来ていただいて本当になんかねあの学習して帰っていただいたということですけど、はい、ではですね今日、えー、前半はですね、まあ、万博と兵庫県知事ですから万博からいきましょう、はい、これ万博がねぼったくり合うことがねようやく大手メディアも報道を始めたんやけど。 ええ、これマイカーで行った場合この直接入られへんのやわだからパークアンドライドで尼崎とか堺とか舞島にマイカーを置いたら駐車場代が7500円でこれ,これバカにしてへん ワークアンドライド一つ上のアホみたいにいで <laughs> 言うてるけど言うてる意味分かってんのかなお <laughs> 金はほんでバス代取るか取れへんかの問題だねこれバス代も含んでるらしいけどね駐車場代には入ってるのだから舞島の駐車場、うん、バスで送ったんやんそれ最初からね舞 <laughs> 島になんか5500円するんやって、えー、でそれから繁忙期ゴールデンウイークとか止めたらそれに500円プラスやね

いやあの名古屋行ったとき弁護士さんがね岐阜でちょっと法律相談行ったら東京三菱 UFJ の人がチケットくれてんてだからもうあちこち買わされてるからで社員あんまり行きたないから顧客に配っとんねいやもう買わされてるかどうかかねその分補助金出るかもああノーリックスみたいな話があるかも分からへん斎藤君とかみたいにね優勝パレードみたいなもので あんなことあるかわからないけど。<笑><笑>まあ、お友達企業やからね、裏 <laughs> で何してはわからんけど。そうなんですよ、ね。これね、ええ、あの新大阪俺行ったらね。ええ の公式ショップがあるわけよ。で、大きい人形置いたんであれ一個17万やで。将来、ハンカチ1000円するからね。そう、将来、あかんねこうだかい。大体、100均で売ってるやつやろ。100均で売ってるで、脈々が入ったんで。で、全然まあね、それも腹立つね。例えば、メイドイン大阪やったりしたらまだ納得いけど、大体メイドインちゃいないちゃいなやな。で、なんか、まだ熊野プーさんとか書いたんだって買えらしいけど、脈々やで、書いたいらんやな、そんな。 17万のあの人形誰買おうんやろうな。あの補助金持ったやつが買う、ね。保釣金持ったやつが買う、ね。<laughs> 補助金持ったら買う買タコが自分で足,あ足食う足こってみたいううな感じやな。<laughs> 最後とこれね。ええ、この例えばね静岡県の知事怒ってはんね、ええ、そのなんか万博期間中にブース出して、うん、静岡のお茶とか配るらしいんだけど、うん、そのブース代だけで約6000万かかんね。うん、うん、もうあのこれまあみんな。 うん、あれなんやけどこの万博なんてのはもう最たるもんであの、うん、い僕が言うところの維新屋産ん行政やどこどこ場所取ってお前処払えと。えとあの難波の駅前みたいなの全部締め出しておそこ場所ええから高いでとか、うん、<laughs> いわゆる屋産行政 <laughs>、うん、ほんでバグチバで福祉するっちゅうか いやらさんやったらまだなもうちょっとこう社会的にまあちょっと、はいろいろ正確に言うと暴力団行政しかしこれね、うん、で、うん、まあその赤字が出るからぼったくろうもてんねやと思うねんけど <laughs> チケット売れてへんからねまだぼったくりはまだ俺許せんねんまだね <laughs> まだ許せるけど。 命奪われてまうやんか、これ、いも、命奪われる万博やんか。んや,やめたらええねや、もうこんなもう、ヒアリ。ヒアリ五百五十匹出とんねん。<laughs> まあ、ええ、数えただけで五百五十匹。<laughs> 数えてなかった、なんぼドルやけ雷は落ちる。そうです、す雷は落ちるわ。で、あの、聞くところによると、ドローンを上げて、大屋根順行の。サーモグラフィーで、こう、温度を測ってみたと。

あ午前11時これ2時<ー> 2> 3時だったら80度ぐらいになる俺8月4日にね現地行ってきたよね、えー、温度計で測ったらもうすぐ40度超えたわ大屋根リングの上は寒くらいであの75度とか75.5やからいやこれねだからみんなあの<の>フライパンに生卵のした目玉焼きができるもんだよ <laughs> 子供の頃ねやってみよう言うて実験したけどなまあ靴が溶ける万博やね靴が溶ける万博靴の裏に鉄板張っていかな彼女その鉄板張ってなるそんなアホな万博やめたらええのやめたねでほんましゃれならんのは南海トラフ地震やねこの今警戒警報出てるでしょな作業員中止させたのかなとそうでもないそうそう作業させね沈んでもええ作業員や。 これしかしあのー、本当にこに6か月やからね開催期間がそうそうこれ地震来たらほんまに帰られへんでいやほんでなんで6か月のために作業員が命張らなきゃね <laughs> もう出てるからやめていいやね <laughs>、うんうん、でまたバカバカしいのがあのメタンガス対策がまたあおいだと言うとんねえ何言うてんの今あのマンホールに穴開けるやって <laughs> メタンが抜ける,ように <laughs> 抜けるもう浮かれたいよいよあのタバコ吸うた爆発するのは現実やで蓋と一緒に飛んでいくで、あのー、これ心配されてるのはその地震とかでアスファルトとかに日々行ったら、うん、そこからメタンが出てくるから何、ええ、かに火ついたらボ大爆発するんじゃ<ー>これんちバンバク協会にとってはその方がすごいね蓋 <laughs> してたまってきてドーン言うより <laughs> じゃあ一人ぐらいやけどしたらええんちゃうかいうて度のもうね。<laughs> <laughs> いや万博協会の整備局長がねテレビの前で言うたもん、うん、これぐらいで済んでよかった言ってたもん、うん、もあるガス爆発の後と万博協会ってねもうこれぐらいで済んでよかった別にその下で働いてる人が悪いわけでも何でもない、うんうん、上がおやもん、うん、まあまあそうやね、うん、どうしようもないねあの地下鉄の輸送計画見てもそうやんが、うんうん、子供列車走らすぞい車子供専用列車 <laughs> <laughs> 選挙権おじさんがそんなこと言うわけじゃなあの頃は選挙権あるんちゃうか。ゼロ歳からあるからな。にしたら。あれ、要は、森の宮の駅に集合せってことで。そうやな、森の宮始発で、なんか長田まで戻ってから行くんなんでバックすんのかしら。森の宮までバスでこいて会場行ったれよって思あの維新あるあるでな、ちょっと考えたかんないれあと 飛ぶ車と一緒にね。おもろいな、森の上まで来んやったらそのまま行ったりゃよっ話だなそのまま行ったら一歩も歩かんでやんが。いや、あれ多分逆発光だが聞こえたんや。逆発光だ聞こえ車場から歩いたら死ぬから、駅から歩いたら助かる思ってん。で、親寝リングの上、あれで80で。坂本さんの言うた逆発光ださんや言うたのは、ジャーナリストの横田はじめさんが広げてくれてるわ、東京で。いや、あの、厳しくね。あの 誰がたどり着くかいうことやの10人おったら1人9人は脱落やいうてあの体調間違うとあかんいうことや <laughs> <laughs> ちょっとずるい体調が無事助かるいうことや, <laughs> いやこれしかしねその要はその、うん、な森の宮まで、まあ、来るまでが大変やいや要はそんなアホなこと言ってんね地下鉄で行ったら 2, 2回か3回乗りかなかんでか自分とこ運転手ままならんバスままならんって言ってたいやのに バスで森の宮まで来いとうん,うん。んならそこから50分かけて一回永田行って戻ったの。あの <laughs> 子供うんこちびっても。<laughs> <laughs> いや、校長先生言うたはったんは。子供ら全員を乗せて。全員を下ろすのにものすごい神経が浮いてるもん。うん、あ,あの電車にね、遠足で。全員、だから。 あのすんなり行こうと思ったらあの通勤渋滞の時行かなきゃけやんからそうか通勤渋滞の時行からあれ大体いい通勤客怒り読んでその俺なんで乗られへんねんって言うよ140%ぐらい百四十パー。百四140%言うのはそのもう全員が満席で新聞読まれへんぐらいになっちゃうね、えーうん、う子供やからあの天井に貼り付ける思ったんちゃうん <laughs> やあの万博許可、うん、ほんま、まあ、維新全体そうやけどちょっと考えたらうそやって分かることを平気で言うてのけるわけよ ちょっと考えたら嘘だってわかるのは、うん、これ嘘つき万博でもあってこれ空飛ぶ車で撮ったもんな。うん、そ,うそういうことやね。空飛ぶ車でなんか自転車みたいにぐるぐる回ってるのが見えますよっ、うんうんうん、ぐるぐる回ってるの見えた。ぐる自転車のようにぶつかってるからね。あ当たった落ちてくるからな。な時々人間が降ってきて部品が降ってきますよっ <laughs> それをなんでそれ言うんかなももうちょっと考えたらわかるよね。それが分かるよねね。もう万博でしか食べられない。 そのアフリカの料理とかあれでそれをあの火使わんといかなくて火使わんとどうやって食うねん <laughs> そうそう万博でしか食べられへん言えんちゃうのそんなこれあ<の>モロッコの生でするって昨日あたりにあの心、ー、斎橋うろうろしてる人を見たら <laughs>、うん、あのもう万博かいぐらい外,外国人らけならそ,そうやな <laughs> しかも今恐らく中国はちょっと国の状態が景気悪いのかうん、うん、あのー 結構渡航に制限かけてるから要は中国人以外の東南アジアのね。多いねベトナム系の人いやもう青森かもむちゃくちゃこの前はそれから言ってたあのんか悪いことして捕まったやつがブルキナファソ人やったもんあそうなのらん国やんブルキナファソは確うパビロン出すんちゃうかなブルキナファソ人が捕まりましたよねそれからもうんていうのかな 多分昨日パッと見ただけで780か国を歩いとったな思うもんあそうな<笑><笑>、まあ、そんだけねやっぱり日本が弱なって円安やから彼らにしたら安いから来てんねん安い国なんやろねう,うんでもほなもう万博せんでも毎日が万博やわね逆に僕ら海外行ったら大変ドバイでのチーズバーガー2000円やもんて高いかなこれ、ね、あの,あの,あのドジャーススタジアムであの ホットドッグとポテトとコーラ頼んだ5,000円あそうなほんで売り子の兄ちゃんの時間給が3,000円かそりゃそうやなそりゃそうやなこの万博は7500円も取るのに働いてるバス運転手が時給2,000円とかちょっとおかしないかって思うね時給2,000円な持ったくんのやったらすごい給料でも払ってんのかなんだそうでもない竹中貫平層のところボシャっと落ちたりするねんほとねと それと戸倉会長なあれかあの報酬月額200万やんか <laughs> いや俺その200万持てる連中に言いたいわけちょっと考えたら分かるやん小学生を50分間拷問のように反対向いて出発させて元通りつけてうん言うたらまずあの多分あれちゃうかな万博の便所があの例のうんこ万博やからじゃんそれからもうあの電車でちびってしまえいうことじゃん,なんかやったらかれへんということじゃん先に出しま前とそうそうそう 駅でどうしてもするように50分引き回すんじゃういやその徳倉会長はね、うん、万博期間中は IR カジノの工事やめてくれ言ったねほ<ー>んで BI のなんか事務局長もちょっと超えた人も言ってはった、うんうん、これねでも前から期間中工事するってことになっとったから今維新大慌てなっとんねいやスルーせえんでもう俺も多分もっと前から揉めとったんもっと前から揉めとったんかな <laughs> うん揉めとってどうにもいかへんやろどうせうん ももうあのカジノ業者も逃げる寸前26年まで解除権があるから、うん、うもうパッと逃げれんねんよ、うん、あんだけ金使いで解除してももう、まあ、いや逃げてもええんちゃうかな、うんまあ、逃げてくれたらそれはねあの大阪にカジノはな,、うん、なくなるんやからええねんけどななカジノオンラインで,オン,インでオンラインカジノのほうやなうどしょぼいプレハブみたいなんでやるんやん、うん、<laughs> それからあれ建物建てようなんてことはもうさらさらないんちゃうかな それやったらね地下鉄の駅作りました下水通しました高速道路の幅広がりましたみんな無駄やんか税金が水原一平ちゃんで分かった通りあれがいろんなヒントを出してるよああ建物いらんねや建物いらんねただスマホや現地でないと困るやつが出てくんねこれがマネーロンダリングするやつああマネーロンするやつな こいつらはそううやと思それをラスベガスは規制をかけすぎてもう今誰がいくら持ってきていくら貼っていくら買っていくら持って帰ったの全部報告になってるわけなんかね IC チップが入ってるか分かんねえんでそのバグジやってる人の勝ち負けが瞬時にそうそれをやりだしたらやっぱりバグジはさびれてるもんだからラスベガスもマカオも厳しなってるやろマネロンにほんでおそらくラスベガスはもうプロ野球引っ張ってくると思う プロ野球プロ野球引っ張ってきて維持すると思うんですようん多分アスレチックかどうか行くんじゃんオークランドから移るんじゃんああそんなもんなんですかいやそのあのホテルやない維持できへんもんああそうかそうか客呼ぶのに花火だ噴水出してるやんもう爆じは寄ってけへんもん人間の負けれる限界ってあるやんそんなんを超えたやつがいるわけやそれがおそらくマネロンの客やん だからあんだけ自信たっぷりから緩める気満々じゃんよ要はあれやんねそ,の、えー、そこへ行くにはその交通費もかかるし体力もいるし暑かったり寒かったりするから <laughs> 家でスマホでやるわな一平ちゃん見てたら分かるやん <laughs> スマホですんねん、うん、何万回かけとんねんぐらいんんそでスポーツ賭博が怖いのは、うん、その大谷君が次の打席でホームランを使うか打たんかでもかけれるし <laughs> あの極端に言うと次の球がストライクかボールもかけれるもんね。かけれるでも最善なくかけれるわけやそれからそれを し悪しとするよりもどういう人が来んねんとは結局は一平ちゃん見ての通り犯罪者が来るとこねも犯罪者や坊やもねだから犯罪者が一生懸命来るとこや坊やの後ろにいたニックスもそうやって全員全員犯罪者やそれはもう闇賭博やからなだからそれをやろうとしてるっていうのはねでそれで服してもう完全にヤクザ行政やで だよう割れちゃうもんとイヌ島にしょぼーいの作って、うん、外形上はあのカジノを作ったことにして<う>でオンラインカジノのあのイ島に限ってできると、うん、その MGM とオリックスに限ってやってよろしいというのが、うん、が欲しいだけやから法律変えられたらなううそれからまあいかに横浜が賢いかね横浜はやっぱりねあのーうん、浜のドンも偉かったよ、ね、浜よう割れやんねだからその カジノ議連ってあるやん国会にここの入ってるやつらがもうあれ萩生田裏金萩生田とか下村博文ババ共同代表もてこいつらに金配ったら法律変えようんでそれからキックボード見てたあかれねん誰も望んでないしたら危ないものを普通に解禁しもうたやろ今んか道走っとんなきあれもよく見てると環状線の内側だけとか 要は金のなるとこでしかせえへんね地方であんなあれ自治体が金出しとんん。あそうな。観光行くのにこれ乗ってんかいうとこぐらいで。レンタルしとんのそうそう。で逆にパリなんかはレンタル禁止。はははは買い品に保険入って買えっていうことやん。そしたら台数がそっと減るわけ。パリ行った時自転車をレンタルやったわ。iPhone かなんかで登録して自転車でだんだんキックボードも あの再現なく増えたからもうパリでは「買い取りなさいと」と、うんはい、キックボードやっぱりそのタクシーなんかから見たら怖いわねピュッと出てくるから <laughs> 動く免停やなあんなの動く動く免停かただ、うん、ああなったら危ないし想定外のことも起きてるあ,、はい、あんなもんで2人乗りするなんか誰も思うてなかっ2人乗り3人乗り用計通ってる危ないの丸出しやんそれをイメージ入れたら<ー>なんであれを無理に通したんやっていうことだ、うん ロビー活動にお答えする政治家さんが多すぎんね。うん、キックボードを作ってる会社の。ロビー活動にお答えしたんか。ううん、もうロビー活動ちょっとされたら、はいはいで。それは。なんぼでかいうやつ。 そういうのの中にその萩生田くんとか馬場くんがおるからな萩生田くんはどこにでも買わない萩生田くんは机学園でも顔わないそうそう掛け机に隠してあの机に鍵かけといたから掛けませんよって言って裏金はないで隠し金やった隠し金や。それはあのあかんね松松井橋本アソシエイに頼んで裏金を透明化してもらわなあかんら あのアソシエイツはさすがに言わんやったな口利きを透明化するって言うてちょっと考えた分かるあれも維新や産業性あるある普通に考えたら口利きはあかんね二2人とも知事と市長してるからすごい人脈あるからでちょっとこの企業ちょっと怖い言うてこれやらしたろうとか口利きはあかんねんそれが分かんねんほんでそれを透明化して透明したら何もあかんがない このでもね橋本君で面白いのは最近維新を批判しとんねん批判してるファイティングポーズやねこれまたこれ面白いなああ石丸と組むんちゃうかあんなんお担いできていやあれも石丸のはもう今回企画もんやねあれ多分あれんであんなことなんやろうな動画切り取ってそれを見た人が切り取り動画を一生懸命貼り付けてんねんけど都知事選に限ってはもう あの編集の精度といい出来栄えの良さといいはあ、はあ、お金だいぶ入ってるよねまるで大手のなんか、うんうん、広告代理店がついたかのように。うん 選挙プランナーもプロやろ藤川さん元東京維新の会の事務局長をしてたしほんであのスポンサーもあるやろあドトールやドトールやろそんなん引っ張ってこれるで常時100人のボランティアが広告代理店で限られてるやん限られてるなその広告代理店でて小池のとこから何百億も仕事持うてるやん広告代理店なほんなら普通に考えたらどないしたら蓮舫に食われんで済むんやったら誰かに食わさなか誰かに食わさなか不動票をって いう図式やと思うよねだってそれが証拠に済んだら用済みのように、うん、そうやな用済みのようやなもうもうテレビ出してきてボロボロと <laughs> でテレビ出たらもうあのなんかもうあこんなやつやったんかいのバレても思うだしなバレるはあげくに裁判弱いわそそそそう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 ,そうこの辺ゲーフは橋本さんにように似て裁判弱いとか <laughs> 裁判ねあ,のあれポスターが払わへんかったよなポスターが切ったかったの あの名誉毀損でもやられ,るやられてるしそれも一審二審とも負ける4連敗男やから、うん、これ弁護士さん<ー>橋本さんについてもうてても一緒やと思うあの人も裁判弱いから <laughs> 連敗に次く連敗であの,あの橋本さんも裁判弱いな弱い弱いアンケートも弱いなアン,ケートアンケートしても負けてるしなだアンケート取ったらちょっと考える人いれへんもんさやけどかな あの精神的には打たれ強いんやろうなあこんな,なんか失敗ばっかりしてもあの平気な顔でテレビ出て、うん、平気な顔で嘘ついてるもんな、まあ、あの片っ端から嘘つく恐ろしい病気やねあねでもそのあれかな病気の一部をあの兵庫県の斎藤ちゃんはもうてんのかな何 <laughs> か何言われてもな何言われても同じ雰囲気で <laughs> あれでも島根の小さ言うとったやな<俺>島根の小いしんどるかないうん、うんうん あれが普通亡、うん、なくなってんねんそれも二人おいいきぶさんやったら3人や、ええね、だから,のらあのー、なんていうのかなもう選挙で勝ったらなんか王様選挙に勝ったような立ち居振る舞いでそうやまるで処刑にするかのように首切りにさせんねやろ、うんうん、でわ,わが物の,のごとくあのー、公共のもう扱うと。うん まだからそっかあの幹部の人の証言には知事は知事様みたいな感じで、ね、<事>俺は知事やのにまたして何をするんだみたいなこと言うから「知事様と呼べ」みたいな世界なうか、ん、<laughs> ほとんど女王様と呼べに近いで様っ、ね、<laughs> んな無知無知でたまにハゲたおっさんみたいな芝刈りの好きなやつが出てくるわけや <laughs> 楽舌舌さんが。 泣きながら嘘つくやつ、うん、<laughs> いや私は逃げて帰りますあ言うてんのを泣きながら上手に言うたんやと思うのなあのー、兵庫県の県会議員の丸尾さんが言うたはったんやけど、うん、結局大阪府で働いてたやん斎、はい、藤知事ねそうそうあれ見とんやなあの<う>あの橋本松井のやり方をそうで俺が知事になったら同じことやられると思って何でも先決でやれる、うん、<laughs> で大阪の場合はそれでな内部告発は出えへんねや のこれ兵庫は内部復活出て百条委員会してるだけすごいよまあまあ議会的に多数を取られてるの、ね、は大阪の弱いところやね、うん、あれ松井君がな、うんあのー、あれやんか森友学園の問題で無理やり認可した時に百条委員会しよういう話があってんけど百条委員会できへんかったもん大阪はしたところでまた嘘つようそつきよんねけどな <laughs> まあでも百条0かやったらまたそれはそれでな松に追い込まれるみたいなことになっておもろかってんやけど維新がな3分の2ぐらいおるからな大阪の場合はもうメディアが腐ってるからあそうやね大半、あのー、メディアがな最近のお笑いって検索ワードに入れると、うん、最近のお笑いおもろないってすぐ出てくるわあそうなん 最近のおもろないおもろないとか面白くないとか出てくるねやっぱり決められたパターンで肩にあげてこう展開してとかあの芸人さんってそんなことしか考えないねあタクシー乗ってきても俺おと日もタクシー乗ってたけどそんなことしか言うてないわ芸人さんがうん要は学校で習った通りをさらに発展させてんねやろうけどおもろない吉本新喜劇の学校があるもんね漫才あの 専門学校通りなんやのねこう展開して順番がこうで言うて<ー>そんなこと言ってるからやっぱ面白ない<ー>それと同時にやっぱりニュースも面白いあのフワちゃんかなんか知らんでネット民から多数の,あの批判が出たと批判の内容はこのような批判が出たやで。うんうん 本当かいな思ってそれ自分で打ち込んでんのじゃん思う話じゃね。ああそうなの。でもフワちゃんなんか今炎上してるわね。炎上してるけどよく考えたら死ね言っただけやんか。ああそうなんか。まあ平たくそれはあかんででもネット民からこのよう何とかいうあのせっかく何々してんのにこんなやとかあんなやとかいう批判記事をテレビが紹介するわけよ。 って自分でいくらでも打てるやんなあ,あ,あの和田明子も何かトドみたい言うたんやろ、うん、あれも聞いててもそんな悪いもんやなねトドみたいに寝て桂ク打てることかえらしいトドみたいにって言うたらトドみたい言うたとああああ金メダリストに向かって何とかいう書き込みがあったってメディアが伝えるわその書き込みって自分でしたんちゃうんで俺はつい服あって見てもらうああねか <laughs> ニュース見てても面白ないん 自分のまだ本来コメントするんならあれやけど、うん、アナウンサー自身がコメントするのもおかしいんけどそうやなまだその方が責任あるけど、うん、ネットが言うてたいうな、うん、そんなことは聞きたいよなだっぴみたいなやつ持ったしな、うん、で自分で打てるやんそんないくらでも和太鼓の番組で言うたらあの蓮舫さんが土地に出てる時に、うん、感じでないと向こうになるとか言うったな。 あれひらがなで連呼で書いてもようかあの誰でも普通みんな知ってる。あれも大手,広告代理店大手広告代理店が番組作りよったんかな <laughs> 作りよったのもう台本にあったんちゃう,う台本に書いてあったかな。演じ <laughs> した責任取ったるみて。うんそのなんかあの勝勝ち張った小池さんはなんかあの始球式で剥離骨折したはったけどな。いやあれも,もう <laughs> そんあの選挙の間だけこうもこうも。あ,あそう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 。もう急に休みたくなってき。 いろんな修正にも行かなあかんなんかしゅう。だから、あの、ちょっと、あの、日高、ちょっと、薄利骨折やる時は。いう時は、まあ、当分いけるやろうみたいな話で。はい。なるほど。まあ、女帝さんやったら、そういうことするかもしれんけども。えっとね、あっという間に二十五分が経ちました。え前半は、ここでちょうどお時間となってしまいました。この続きは、また、後半で伺いたいと思います。ええ、路ンのラジオレイディオンダストリート、まだまだ続きます。 下に踏みかず路上のラジオレイディオンザストリートはい路上のラジオレイディオンザストリート今回は日本上タクシー株式会社の代表取締役坂本篤典さんにお話を伺っております、えー、坂本さん後半もよろしくお願いしますはいよろしくお願いします、えー、後半はやっぱりこの兵庫県の斉藤知事 <laughs> 馬についてちょっと2人で話したんやけど2 0ル歩くん嫌いなし2 0ル歩,歩いたらもうどなりあんねん机叩いてバンバンかしちゃったよねどんだけあるかお前 <laughs> バッバン行って歩いたら怒るのかな行こう持ってこいって怒りだし大屋のリングの上でそうそう80度やないかってカンカンなんて怒るよ <laughs> 俺あれババに歩かしたいよあの80度のあバババ,バなババ猫ババ代表なあ <laughs> ちょっと維新の議員でリレーしたやあの上で <laughs> 猫,猫は分からん吉村2くらいが一人で回あれかわいくないか 400m で、ね、5人ぐらいで,らいで <laughs> 全員熱中症で倒れるアンカー橋本君やなアンカー橋本くんすば、まあ、ら,らしいあのね、うん、あのその斎藤君よ斎藤君、うん、これね あのー、もう県政に停滞が起こってるそのためケマンになっとんねやんから、えー、ポスターになってんねんけど幼稚園が「えー、もう斎藤さんが乗ってるから貼りません」とかね。 それとか感謝状あるやん長年あなたはいろんなとこに尽くしましたって斎藤知事になるから感謝状も受け取りませんみたいなああ感謝してこの人には感謝してほしないとこの人にだけ感謝してほしないその会議もできへんしテープカットの時は行かれへんでまあな切りに来ていらんわな切りに来ていらんでんかな命切られそうやねんお前やなもう先に命輝かしとんだよ でもこれね、うんうん、これはもう明らかに維新が作ったというか県知事ですから結局あの職員もまともなんやけどやっぱり楽して出世するやつは出てくるねあと言うこと聞くやつ引っ張っていきうんね、うん、要はあのパンツはいてないのに、うん、マジックで黒を塗ってしもて。うん <laughs> ほんで周りが「ええー、パンツでな」ででどマ,マジックで縫ってるだけやのに自分でかっこいいパンツ履いてるつもりやと「は裸の王様のマジックパンツ版」「マジックで縫った王様みたいなどやな」っ <laughs> かっこいいやろ」<laughs> でも普通かっこ悪いかなって思うのあれね建設現場伊丹市のなんかその災害やったとこは自分がくるあのヘルメットかぶったかっこ悪いからヘルメットかぶらへんかったんけどためケマンはかぶりよんね かぶり回しもんねよなかぶり回してもヘルメットはかぶりじゃないんででロードバイク乗ってる時はなんかヘルメットかぶっとってね<え>なんかうん矛盾してるよねなんやろね自分のヘアスタイルが気になるのかなだって手鏡係がいんねんもんああもう副知事もヘアスタイル気にしとった <laughs> あれアホには見えへんリーゼントやりとった <laughs> 副知事ないやあれ副知事が悪いねんあれ二 <laughs> 人ともあれ ほぼ裸の王様ゃなやな <laughs>、うん、あれ見て「ああかっこいいリーゼントでんな」っそうか」言うてたくっちゃうねネットでは、ねた「タコの嘘そ泣きや」やた <laughs> <laughs> タコの嘘そ泣き言うのがあったけど、うん、あの副知事が、うん、おそらくあのキックバックを考えたんちゃ哀れあわれ1億円の予算を4億円してるからね、うん、なんでそのパレードすんのにそれを集めなあかんかったんやっていうことやろねだから吉村が「クラウドファンディングでやる」ってて「電気入れません、うん、言うたから だからクラウドファンディングやったけど集まらへんわね集まるわけねタイトルから舐めとるやん阪神優勝パレードでもオリックス優勝パレードでも何であん余ったら万博に持ってきますせパレードって書いたんだあのなんか万博開催500日前やパレードの内容関係あれへん万博は余ったら持って帰るデータどうせどうしょぼい車来て余らされんね余らされんだよなで結局企業に泣きついて で結局でもおそらく大阪に負けたないから兵庫はこう背伸びしたんやなあの、うん、このパレードの金でねでどうやったら来るやろうということで考え出したのがその補助金リターンバック作戦やったよやろなまあまあ今の万博の入場券みんなのもんちゃもんや <laughs> 買う分補助金出すでと。うん これしかしねあの何ていうかな自動販売機って知ってるって佐久間さん気持ちの悪いな高校に置くんやな朝斎藤知事ですって随分100円でこうたらめっちゃかっこ悪いやろ斎藤知事ですって朝ごはんは大事ですとかいうやつなあ俺別に置いていらんな置いていらんしあんなのさやけどその幅単ペイでもな写真入れろ言てうちわにも入ってねえで。 いやあのなんやら P 自体ももう怪しいもんなもあの万博でもなんかクペイでやるんやなクペイ,ペイ <laughs> キャッシュレスやからクペイねえか、うん、あれはちょっと危ないね円天を思い出すような余計嫌な予感がするような円天って何やったっけなんかえ投資詐欺の炎天がもらえるもんねえいって <laughs> らないんだとか言ってたような怪しげなね もうだから結局ねなんかあの「はばたんぺ、えー」のうちわとチラシを、うん、斉藤知事の写真なしのやつでもう印刷してどさっときたんやって、うん、その3日後に写真いるのがどさっときたから、うん、その「ハバタンペー」の写真なしの分はお蔵入りしたっちゅうねんやけどだからどっかに隠してんやろな、うん、これ保管費も税金やし <laughs> その分税金なんでれあれじゃんアマガッパみたいなもんじゃんアマガッパと一緒やわ うん、いらんもんいるもんも隠してるもんねいるもんもなあ、うん、これしかしね、うん、この斎藤知事は吉村知事を兄貴分として慕ってたみたいやし偉い兄貴やな偉い兄貴分やでこの兄貴分らあのー、紅麹でも逃げまくってるこの辺橋本が吉「斎、うんえー、藤知事は紅麹問題と一緒だよ」と。 ゴテゴテに回ってるって <laughs> もう批判してんのかい批判しないのかよく分からへん 維新の,その責任は重いとか言うてんねや言うてる,うてるサイトを作った、うん、でも、うん、言うてる橋本は紅工事の時確か機能性表示食員を、うん、要望書までわざわざ橋本,と橋本松井の連盟で,、うん、で,で安倍政権に,に言いに行ってるはずやね、うん,んで森下隆一君が受けてほ、うん、んで小林製薬と一生懸命やってたのに捕まったら小林製薬なんか見殺しちゃう 製薬あれだよあのなんプレミアムパートナーやってん、ね、で、ね、5億円か何かだ出してでヘルスケアに入るつもりやってんでさすがヤ産業生い産業生い,いざ捕まったら俺知らん知らん <laughs> あれ玉よけやみたいな話や <laughs> これでも大阪ヘルスケアパビリオン行ったら人間洗濯機があって<う>で血圧とかみんな測ってくれて30年後のあなたみたいなアバターで出るらしいねそ,それに合わせた機能性表示者ももらえる、うん、で紅講師 <laughs> 紅講師 であなた三十年後は糖尿病ですとか言われるんなね。言われねえ大きなお世話や <laughs> お前で。<laughs> でそれからこれこれあれかよ。<laughs> そうですで,すでそん中に紅ベも入っとんね。で三十年後にはアンジェスの株がまた上がってる <laughs> 新しい作業働きますとかね。これいいセオロ。モリス君はね、うん、これなんかもう口聞いてるから、うん、このあの人と同じなんちゃうかなも、うん電通の。 高橋さんと。捕まんのか。ただねこれ身なし公務員ちゃうね。あの高橋は身なし公務員やったからあのワイロモーターってことなってなったんだけどこれ森下隆一でも反対の教授でやってること一緒やんままるまるでミニ高橋やんか。ミニ高橋ね。口き口聞いてはるやん。ジャンボ高橋。ジャンボ高ジャンボ高橋じゃん。指定集団なんかもまああのリスナーの皆さんこれ言ってはる方増えたんですけどあの安倍さん。 えそれから萩生田さん、アッキーさんだとゴルフしてる人だからね。そうそう、んで正男さんってこワルダクミーでアッキーに言われてた。で、加計弘太郎も逮捕。加計弘太郎取った。だから加計弘太郎もなんか最近なんか学園儲かった話なんか。うん。まあほなもう一ぺん効率にいてあいつらなんか民民営化や言うてたのに規制緩和こそが全てみたいなこと言うてたのに気づいたらこう公営化をとか言い出すねな、怖いよな。 言うてることがもうその,その場その場でねその場しのぎやから,から軽く嘘をつく嘘つからねこの斎藤君の話で言うとね玉、うん、池マンの話で言うとね、うん、あの授乳室尼崎でなんかマラソン大会があってそ,うそ,うでその授乳室を自分の個室にしたんやなそうそうきどこで着替えんねって何に着替えのか知らんけど、ね、<laughs> <laughs> そっかおっさんやったらそこらで着替えろよって思うのに。 でそでの記者会見ではそこが授乳室はわかりませんでした言うてんねんけど、とに貼ったんねんで、あの人自分で吸わな分かれんねん。僕は授乳を受けてませんんで。俺は渡辺に言うてくれ言うてたんじゃ。ああ、あのね、渡瀬さんにね。なんか思ったよな。あの これ牛タンクラブもね、かなりあれやね、その牛タンクラブのトップが片山副知事やん辞めましたでしょ。それからあのあの人ね、あの小橋さんという若者 Z 世代理事も降格して今病気。で総務部長これ猪本さんかな。この人も病気。逃げんな早いねみんな。な逃げじゃね。残った斉藤君も。斉藤君残ってあと。んけど聞こえてないもんね。そうそうそう。 いや俺あれ世の中に離婚という制度があんねんからもう兵庫県民がと。うん、でもちょっとこ安心するよな。うん、東京もアホやし兵庫県民もミなアホや。大阪もな。大阪だけアホや思ってたな <laughs> そうではなかったんや。<laughs> 東京も兵庫も似たようなもんや。<laughs> 似 <たら S 2> 大阪府民としては <laughs> ちゃんと。なんで入れるんやう <laughs> やつ入れてもらう いやリコールはねこれ3分の1の署名いるやん2か、ね、月で集めなあかんからこれは高須クリニックに頼まな何を言ってんのこれはカスクリニックにリコールイコールタカスクリニックに何かんかな母音をしてなな両手の指真っ赤かなあったりする、ね、<laughs> そうそう同じ指紋ばっかりや、ね、同じ指紋ばっかりや これだからねひょ兵庫県広いやん愛知県ように、ん、それはねその木の先から淡津島まであんねんでそ<う>だリコールはこれしんどいと思うわ淡津島がもうパソナー島やか全員リコール全員やからねそうやな <laughs> 人口少ないからあれやから <laughs> いやもうパソナー島ね、うん、パソナー島な <laughs> 何すんのもパソナー島だからやっぱあれちゃうのあのーうん、えっ兵庫県議会で不信任決議を出すのが一番あれちゃうそうなってくるとちょっと公明党がしんどいかもわからないね だって一回あのもしかしたら斎藤知事が不信任決議出た時に議会解散するかもしれないそうすると県議会の議員はまた選挙さなあか、ねうんやだ,だからこの選挙は嫌がるよねみんなな金かかるし負けたらただの人やから手間かかるし、うん、でもあそれとやっぱり百条委員会でも若干公明党は反対の立場取ってたんやが、うんうんうん、だってまあ要はく組んでるからね裏では一瞬と。うん 何でもかんでも賛成でせえへんというのはまあいいかも分かれへんじあんた僕も最近あんまり公明党腹立てへんねん見てたら。あそう大阪では裏で手組んでたやん。組んでるけど実際問題まともな条例やとか政策とかあちらの方が勉強してんねん今の国会見てもそうやけどまあ法律知らん議員さんの多いこと一回一回公明党に相談に行ってんの見てたら。 今までちょっと散々悪口言うてごめんなさい言い悪いとは別として、うん、やっぱり法律を作ろうとか条例を作ろうとしたらもういるそれですこれしかしね今総選挙になったら、うん、これ野党が共闘できへんからね、うん、この小選挙区いろんなところで自民対維新とか公明対維新になったらこれも不毛の選択なんだけどなんとかこの第三局をねその共産党、うん、令和社民党立憲の五権で。 これ前回もんとあの。とはいえあの鳩山政権崩壊からこっちって民主党でも50そこそこしかようらなかったんじゃないかな50516050ぐらいな歩みで来てて<な>突然91取ってるわけよあれやっぱり市民連合のおかげやでそれをなんか解散前より減ったようなんか変な希望の塔で取った連中がおらんようになっただけで。うん ねね、立憲共産党と言われるの嫌や言うけどでも立憲共産党を言われてもあのちゃんと訴えて無党派層に言ってもらわと勝てへんねんからね、うんまあ、自民公明なのかそうそう自民公明なのか立憲共産なのかという話もんな別別悪くもなんともないけどねあのー、見てるとまたそれをビジネスにするとち全然おかしな連中が出てくるのは<ー>やっぱりそうやしそ,うや、うん、そこへ広告代理店まで参入してくるってなうん、うんうん 選挙そのもののもあり方を考えなねもう前半で言わはったけどやっぱり石丸候補っていうのはこの無党派の票を食うために出したまあにおいがプンプンするね、まあまあ、企画もフワちゃんみたいなもん,や企画もんやねきっとね蓮舫を落とすためにうん<ー>まあ通さないためやけどちょっと頑張りすぎたからおそれとあれやん蓮舫<ー>さんの選挙でね、うん、街頭に立つのが野田佳彦とか <laughs> その枝野幸雄とかなんか消費税上げたやつが 出てきてそうそうほんでなんか蓮舫よろしく言われたら票散るでこれ、うん、散るよねな,なんで法政大学の田中裕子さんとか、ま、佐高誠さんとかまともな真剣知能おんね、ま、前川圭さんがいるから、うん、そういう人に応援してもらったらいいのにま,まあまああの 支持母体があの商協連合の吉野さんやの。そうや商協連,、うん、連合な連合な商協連合な商協連合の吉野さんやから必ず頭に商協がつきそうな連合変えちゃうもん 吉野うんそやけど普通の選挙はあの立憲と国民の小池。小池支持して共産党色が強かったから負けたんやに、ね、そりうゃそう<や>おかしいやろで、うん、あんたが小池を支持したからちゃうのでう票が減ったよねやな。<laughs> ちょっと虫いいてる人多よねそれはでも受け取る側がやっぱり少し考えないとそんな政治がのそばってまうね平気で嘘つくねん今僕らの業界で言ったらライドシェア問題なんかそうかなライドシェアね河野太郎が出てきてライドシェアで芸者メーターを立ててアプリを待ってることをしてるようなやつがいてるというわけよ。 ゲーシャーメーターを入れると廃車アプリは廃車されへん仕組みになってんね、うん。あそうなんそうそうそれから聞いてきた話をタクシーも乗りもせんのにとりあえずあの、えー、とアプリ専用車の前にゲーシャーンタってんのを見て。 その程度言うわけ。会社回数稼ぐらいとか。それをまた音来たんがその話を聞いてきて。音来たんがタクシーがイカさまをしてると。東京を歪めてると。ああ、賃がイカさましてる。イカさましてる。そんなこと平気で言うわけ。結局言うたもん勝ち政治をここでも押してくるわけ。その仕組みをそんな空車にならな、廃車されへんのにわざわざ廃車されへんようにして隠れて待ってるはほら運転者おれへんわけよちょっと考えても分かんだけど。 その平気で嘘言うてその場を受けりゃいいっていう石丸型っていうのかな、うん、石丸型な、うん、あこういうのも天下を取るとナチス型にいかんね、うんほか、うん、を禁止すんねんおときたちんな、うんうん、なんか映り込んどったな映り込んどった <laughs> あのー、まあ恥ずかしいやっちゃうな釣れたやつや <laughs> 釣れた釣れた釣れた人間感覚 <laughs> あのーうん、どれを取ってしまあ誰嫌いってお石の中でおときたちも嫌いやななんかな誰にでもつくあの たん、ポリシーのなさ。うん。あのー、うん、選挙批判スレスレのチラシ配って自慢して、批判されたら逆切れしてね。うん、そう、ほなんで,でか足立君だけが。そうそう。あ、除名になるとあ。あだ、足立君だけが。足立君だけが党員資格は、ね。うん、党員資格を停止が剥奪されてんのに、斉、うん、藤君はまだ党員資格はあるのかな。あれの特別党員じゃないから言ってたで、えー、藤田文武は。 だから、ね、奈良の知事はあの維新でやめろと言えるけど、うん、兵庫の知事は遠いんじゃないかとったわ自民党が自民党がいてるい、うん、人のせいにするんそね。あんたらもうね<ー>押してで斎、うん、藤憲政は明らかに維新が与党やからね百条委員会も維新は,は反対したからね。 そうねそわ、うん、が党を詐欺すめるんでほかで言ってくれ言われとって、うん、岸口なんとかさんな県会議員の, <laughs> の突然怒,る怒りだしとって <laughs> あれもうほんまに何があったであれ百条委員会ひ,、うん、ひどかったよらな見ててね面白かったねそんなことは維新で会見してくれ,れ <laughs> <laughs> そうそうそうここでやる場所でやりませんよ、ね <laughs> まあそんなことでね牛タンクラブと斎藤知事の悪行がばれるにつれて維新の支持率がどんと下がって実はこの前8月5日の NHK の世論調査は。 共産党が維新抜いてんねん。抜いてる感じこれそれよりずり落ちただけで。共産党はあんま伸びてない。まあかなりマイペースだけね。共産党抜いたんちゃうねん維新が落ちてきて。あのあれやね。もう B. クラス軍団なったん維新。ね。うなんか野党第一党で、あんなもん取らした偉いこと。ないもう野党第一党消えたわ。ね。おお、もう沈んできけると思うねんけど。まあ、今までから、あのアジェンダ言ってた連中もみんなそうやんか。そうやな。大体あの。 そういう連中っていうのは、もう、運命はそうなるわけで、先駆けみたいなもんちゃう。だから、あの、10年後に領収書公開言うてけど、あいつら分かったら10年後、俺らおらへんわ言うて。そういうやり方。お元たちは、維新がね。誰も紅子はっきりした通り、10年前に言ったやつ、誰も今、維新悪いって言えへんけど、あの時引っ張ってきた維新。そうや、維新や。何でも規制改革せえと。特報ではぬるいと。ぬるいと。健康以外出るやないか、みんな飲み損ねたらどうすんねや、言うてしもて。 であるいは実験もせんとねそうで,でお手盛りで調査出せんでコレスれロ,ロール下がりますとかで今のライドシェア問題も一緒ちゃうかあれ4月に決めて6月から実施しようとしてたんやな紅耕治は機能性養殖職員が4月に要望書出して6月にはもう降りとったもんなあそうな早、はい、いな要は、うん、彼らが言うてる規制緩和でなうん、うん

そんなんされたらお年寄り、まあ、俺らも困りますよそんなあのマイナーカード作ってないもん俺作ってない俺もうだあの国民皆保険を破壊しようもてんねや皆保険破壊しようもとんねよ初めからねアフラックかけろよでもこの、まあ、河野太郎もそうやけど維新もそうやけどうん、うん、もう突き進んで止まらへんなこの人ら万博もそうや絶対やめへんやで斎藤知事も辞職せへんやや、うん、やめへん やめへん。で保険所も、うん、あの廃止をやめへんやあの河野太郎見てたらそうやろもう言う,言うたらええ思うてるからねもうとりあえずはで記者会見もなんかめっちゃ,っちゃ態,度態度悪いな悪いやはい次、うん、はい次言うて答えられへん,ねんでで、うん、まああのー、あまり社会に適合しにくい方やな、うんうん、要はほんであれやんな最初、うん、最初福島の事故の時はええ、うん 僕は脱原発言うとったよねそういうことで <laughs> 今推進しとるがな <laughs> あのあんまあ、保険証なんで普及せいんいかなんでな簡単なことや使いにくいからや、ね、マイナーカードなマイナー保険証1一枚出したら今まで大変、うん、おばあちゃんに診察行ってやったのに、うんうん、ちょっと待ってこの機械入れてえって、うん、かああ今日顔しわくちゃいかあかんわ顔認証できへんわできへんわもう帰ってんか10割払うかどっちかしていたそんな恐ろしい方誰も持てのー 記事に変えたったけどそれで帰,帰った人がその日の晩に急に割るなって亡くなった、うんそんなんあるんよだからあれ、うん、何のためにほんでカードなんていうのだからあるでしょもう無理やりカードを普及したいから保険証るいや,いやもうんであのプラスチックのカードでなかったから別に QR コードでそうそうやで QR コードピッタカバーしたら顔が出てきてお、うん、いうと本人と照合したらえ,えだけなんでしょ プラスチックのカードでなかったか,かカード業者がカード業多分90年代ぐらいな感覚なんじゃおうかな。か万博も70年の感覚やし、うん、あのマイナ保ポケは90年の感覚や。カードが最新を表るのはもう今時みんなカードやってるから。<laughs> うん、体にチップ入れようかいう時代に怖いけどなそれも。なかな、うん。だから、うん、あれね顔認証まあ例えばこのあの。

そんな青の話、まあまあ、スティービー・ワンダーは、まあ、プライベートの医者がおるかもしれんけどな<笑><笑> <laughs> 雇ってなそれだって河野太郎がもう<え>あれやんかもう黒縫いの車乗ってうろうろしてんのにゃ<や>タクシー乗らへんわそらタクシーが足りてないでお前関係ないやないか、ね、<laughs> 最近はあれですかそのライドシェアの問題でテレビも,もなし最近呼んでくれへんからもうぼちぼちあの言い負けることに気がついたんですよあ橋本君がみ,みんなで取り囲んだら俺がふにゃふにゃ言う思ん出わけ <laughs> <laughs> そんなあの分かるやんかあんたの車乗ってお金持うて家でってそんな交通政策でも何でもない無策やが橋本君も諦めたか諦めたんじゃな生放送対決はなまあそんなことよりもあのウーバーのロビー活動どうやってお答えしようかと、うん、大阪やってあの、うん、メルカリ系の会社あそうそうメル,メルカリがなんかねメルカリが隙間バイトに参入するのができた会社がニューモリ会社、うん、ほんで いきなり吉村そこへ現れて、うん、一知事なのに全力で応援しますって、ああ、なんか聞いたことあるなと。パーティー券や。<laughs> パーティー券。大るわ。DJY <laughs>、うん、以外で持っいって、大手、うん、ハウス一緒や。<laughs> うん もういきなりタイプ X、タイプ X。プレーヤーもこうてくれってな。でもあれの地震来た時タイプ X 逃げるわ。みんならやからこんな。だから避難場所やあれ。オン地獄点。ぐにゃぐにゃってなるんか分からへんし。ということで、まだまだお話を伺いたいところですが、ここでちょうどお時間となってしまいました。今日のゲストは、日本上タクシー株式会社の代表取締役、坂本敦典さんでした。坂本さん、ありがとうございました。ありがとうございます。 時間にわたってお送りしてまいりました196回目の路上のラジオいかがでしたでしょうか路上のラジオはこれからも何の忖度も自粛もタブーもなく発信していきたいと思います私たちはいかなる権力からも自由であるためにあえてスポンサーを持っておりませんですから皆様からの寄付だけが頼りですどうか引き続きのご支援をよろしくお願いをいたします寄付の宛先ですゆうちょ銀行から寄付をしていただける場合は ゆうちょ銀行の口座番号00、009506-238014、009506-238014、一般の銀行から寄付をいただける場合は、ゆうちょ銀行099支店、こちら、当座預金です、0238014、0238014、あるいは近畿労働銀行吹田支店、普通預金です。 八七八八八一ゼロ八七八八八一ゼロこれら寄付の宛先は路上のラジオのホームページや YouTube の解説の一番下にもリンクが貼ってありますのでそちらからでも確認することができますどうぞよろしくお願いいたします番組へのご意見ご感想ホームページのメッセージホームからお待ちしておりますそして YouTube でお聞きの方ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。 新しい会がアップされるたびに通知がきますから聞き逃しがありませんそれでは今日も最後までお聞きくださりありがとうございます路上のラジオレイィオン・ザ・ストリート次回もまた聞いてくださいね